和歌山県立公用中学校、高等学校。和歌山県立公用中学校、高等学校。和歌山県立公用中学校、高等学校は、和歌山県和歌山市大谷にある県立の、併設型中高一貫校、スーパーサイエンスハイスクールに指定されている。旧制和歌山県立改装中学校以来の歴史を有し、これまでにおよそ3万2千人の卒業生を、 排出している。2004年度からは、紅葉高校に併設される形で、和歌山県内初の県立中学校が開校。文部科学省から、スーパーサイエンスハイスクールに指定されるなど、理系教育にも力を入れている。併設中学校生徒は、本校環境科学科に進学することになっている。また、野球部は、1939年。 第25回及び1940年第26回に夏の甲子園で史上4校目となる2連覇を成し遂げた。太陽に住むと言われる伝説上の八田ガラスを図案化したものとされる。現在の効果は改装中の効果と比べて現代風となっている。作詞は国語教諭、作曲は音楽教諭が行った。効果は4番まであり、1番は 朝2番は、昼3番は、夕暮れを表現している。普通科、環境科学科の2学科ある。なお、環境科学科は、平成19年度より、外部募集が停止され、進学者は併設中学校からに限られる。国公立大学への進学を目指しており、2年次で、文系と理系に分けられ、3年次で、理系は、アルファとベータに分けられ、それぞれの進度によって、 コースが分けられる。理数系や英語教育に力を入れており、将来は国公立大学及び私立大学の自然科学系の学部、学科への進学を目指す、ディベート学習や校外研修にも取り組んでいる。教育面では授業時間確保のために2学期制の導入や70分授業の実習を早くから行い、また全国で初めて環境科学科を設置した。 授業の主な取り組みを挙げると、70分授業、修例テスト、基礎補修などがある。修例テストとは1.2年生を対象に、原則的に各週水曜日の SHR 時間帯を利用し、行われる小テストのことある。補修は主に早朝7時から8時と放課後4から5時に行われている。また完全週休,休2日制の実施にあたっては、長期休暇。 春休み、夏休み、冬休みを短縮することにより、授業時間の確保に努めている。そのため、新年度の開始は、県内の公立高校では、最も早く、同様に入学式も通常より一足早く、行われる。しかし、就業式は、県内で一番遅い。環境科学科では宿泊研修を通して、環境学習などを行っている。その他、 様々な分野の第一線で活躍している多くの卒業生を毎年数回講師として招き、改装、紅葉塾という講演会、講義を開いている。卒業生による中ー,ー制度も導入し、土曜日に学習室を開放していた。土曜日には90分2コマの土曜講座が行われている。主な学校行事としては4月中旬に、 和歌山県民文化会館大ホールで行われる新入生歓迎会、保護者等も観覧化、クラスマッチ、前期と後期、体育大会、文化祭などがある。クラスマッチは1日目と2日目の午後に行われるが、2日目に行われる決勝戦、3位決定戦に残れなかったクラスは授業をすることになる。なお、毎年9月に行われる 文化祭は一般に公開されており、毎年多くの来客がある。体育大会と文化祭前後は非常にハードスケジュールとなる。マラソン大会は1.2年生を対象に毎年、火災観賞緑地公園で行われる。男子は 7km、女子は 5km を走る。年に数回、県民文化会館で芸術観賞会が行われる。近年では、 大阪フィルハーモニー公共楽団や関西フィルハーモニー管弦楽団を招いてのオーケストラ、演劇鑑賞や狂言、落語といった伝統芸能賞が行われている。弁学に加え、クラブ活動も盛んである。全国大会に出場する者も,も多い。計5つの校舎があり、第1棟と第3棟は比較的古い校舎である。からが行に立っており、 四棟と、新の胸はそれらに直行する向きに立っている。渡り廊下は、第二胸と、新の胸の二階部分にかかるのみで、胸間の移動はいささか不便である。エアコンがほぼすべての教室に設置されている。体育館には、身体、身体育館と、球体、球体育館と呼ばれる二種類存在していた。全校集会などに使うのは身体であるが、中学生の集会や、 体育の授業では、球体もよく使われる。なお、球体はかつて改装中の行動であった建物である。青瓦屋根が特徴である。2009年初めに、耐震工事として、新球両体育館が取り壊され、新たな体育館を建てる工事が完了した。2014年現在、中学生集会では、柔道場が主に使われる。 1985年7月に同窓会より寄贈された記念館研修館。多目的に利用されている。1階には野球部の優勝記が飾られている。旧正中学時代以来、夏の甲子園で優勝2回、準優勝1回の成績を残しており、史上4校目となる夏に連覇を達成している。またベスト4、ベスト8もそれぞれ一度経験している。 春の甲子園では優勝経験はないが、ベスト8を3回経験している。新生工業高校となってからは、夏の大会への出場はないが、春の大会には4回出場している。甲子園出場回数等は、和歌山県内でも上位に入る。詳細は、全国高等学校野球選手権和歌山大会、和歌山代表の学校別データを参照。また、2005年の、 第87回全国高等学校野球選手権大会では戦後60年の大会であったので、それを記念して入場行進の先導を野球部首相が務めた。2009年の春季近畿地区高校野球大会県予選では48年ぶりの優勝を果たし、さらに同年秋季近畿大会に出場、2010年の 第82回選抜高等学校野球大会に21世紀枠での出場を果たし、島根県の改正高等学校を破り、45年ぶりの勝利を果たした。旧正中学時代は後に、NPB で審判を務めた京阪電機、鉄道 OB の二手川信明が監督に就任していた時期もあった。和歌山県発の併設型中高一貫校として2004年に、 開校した。中学校は二棟に存在し、二棟には、第一情報教室、第二情報教室、家庭科教室、中学校職員室、技術室、書道教室、中学校保健室、相談室、食物教室がある。中学生は、理科で一棟の物理教室、生物教室、科学教室、三棟の中学校理科室を利用する。 中学校理科室は中学校理科部の部室でもある。東隣には、木の国一の宮である、木の熊神宮、国掛神宮が鎮座しているため、広大な森が存在している。さらに、学校の敷地も広いため校内にも多くの樹木があり、中には貴重な木々も存在する。市街地に立地している、中学校、高校ではあるが環境は、比較的良好である。 また正門を出れば、すぐに、バス停があり、徒歩1分の場所に日前宮駅があるため電車、バスのアクセスも良好である。なお、和歌山市の玄関である、和歌山駅から歩いて行ける距離でもある、駅から、徒歩自転車で通う生徒も多い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。